グラーゼレンバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラーセ軍に属す、町村。オーデンバルトに属す。この町は、ユネスコの地質学公園ベルクシュトラーセオーデンバルトに、含まれる標高420メートルから580メートルに、位置する。グラーゼレンバッハの町内、ハンメルバッハ地区からは、ウルフェンバッハと、 ベシュニッツというオーデンバルト南部を流れる、最も重要な二つの川が流出する。この辺りは、ネッカー川に注ぐ川とライン川へ向かう川との分水海となっている。グラーゼレンバッハは、北はフュールト、東はオーデンバルト軍に属すモッサウタール、南はバルミヒエル、西はリムバッハと境を接する。グラーゼレンバッハは、1972年に、 それまで独立した自治体であったハンメルバッハ、グラースエレンバッハ、バーレン、シャールバッハが合併して現在の形になった。この町に含まれる集落は中世中期から19世紀初めまでプファルツ選定校のアイハー・ゼントに属していた。ただしリッツェルバッハだけはマインツ選定校のゼント・アプシュタイナ派に属した。ゼントとは 現在の市町村程度の規模の行政区分であり、アイハー・ゼントは、ハンメンル・バッハ・ゼントとも称した。ハンメル・バッハが、初めて文献上に登場するのは795年であり、その他の集落は1300年頃に、初めて記録されている。プファルツ・選定テ公及びマインツ・選定公のこの地域に、対する支配は1802年までであった。その後は、 帝国代表社会議主要決議に基づき、ヘッセン大綱領となった。もともと主工業と農業の村であったが、19世紀に、ブンテル・サガンの加工業が流盛し、繁栄した。20世紀になると観光客の往来が増し、特にグラースエレンバッハ地区では重要な経済分野となった。現在の空気の正常な保養地ハンメルバッハは、 人口1400人の最も大きく最も古い地区であり、グラーゼレンバッハの行政機能はこの地区に置かれている。ハンメルバッハとは、急斜面を流れる小川といった意味である。名前は、このハンメルバッハ地区から2つの重要な川、ウルフェンバッハとベシュニッツ川が流出することに由来する。ハンメルバッハには、プロテスタントとカトリックの両方の教会がある。 また、源流の水を引いた屋外プールやキャンプ場もある。ケルベと呼ばれる、教会会記載は、毎年9月の最終週末に挙行される。この祭りの起源は1802年に行われた、プロテスタント改革派教会の剣道式であった。中世には、ハンマーバッハは、ハンマーバッハーゼントあるいはアイハーゼントの、所在地であった。見どころには、 墓地に立つ14世紀のゴシック様式の礼拝堂跡や歴史的なパン焼き小屋がある。毎年3月にはシュバルツプルファーラリーが開催される。この催しにはドイツ全土からオートバイファンがハンメルバッハにやってくる。クナイプ式水浴場があるグラースエレンバッハは標高450メートルから550メートルに一致する。 人口約950人の集落である。ウルフェンバッハ川が流れる谷間の草原がこの集落の名前の由来であると考えられる。このエレンはエルムのことで現在の有無の意味であろうと推測されている。この他にもいくつかの解釈が提示されているが、定説は得られていない。グラースエレンバッハはクナイプ式水浴場がある空気の正常な保養地である。 ニーベルンゲンハレのハイマートビューネでは、オーデンバルトの舞台作品が上演される。トロムは、シャールバッハ地区に含まれる、人口約100人の居住区である。トロンは、グラーゼレンバッハ内で最も高い場所に位置する、最小の集落である。同盟のトロム山の斜面に位置し、草地と森が豊かな土地である。トロム山は、ユーバーバルト地域の、ハウスベルクとして、早くから、 観光客のハイキングの目的地となった。山頂の近くには高さ27メートルのイレネネ島があり、眺望ポイントの一つとなっている。トロム地区は変化に富んだ遊歩道が整備された保養地となっている。また、ウィンタースポーツの施設も用意されている。豊富テアタートロムでは年中公演が行われているが、ハイライトはトロムの夏演劇祭である。 カール・キューベル財団オーインスのトロマー会議場では、職業、家族、コミュニケーション、人格形成といったテーマのセミナーが定期的に開催されている。この他に、バーレン、シャー・バッハ、リッツェル・バッハの3つの地区も一連の保養地となっている。グラーゼレン・バッハの議会は23議席からなる。マルクス・レーテが1997年からグラーゼレン・バッハの町長,長を務める。 この街は主に観光で成り立っている。その信仰のために、グラーゼレンバッハは、ニーベルンゲンシュテーテと呼ばれるネットワークを構築している。これは、ニーベルンゲンの歌の主要登場人物である、ジークフリートは、グラースエレンバッハで、ハーゲンに殺害されたとする仮説に基づいて、創設された。この街は、 連邦道 B460 号線によって、連邦アウトバーン A5 号線に接続している。ヘッペンハイム駅や、バインハイム駅行きの路線バスが運行している。グラーゼレンバフハはラインネッカー交通連盟に加盟している。1901年から1983年まで、バーレン地区にユーバーバルト鉄道の終着駅があった。これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。